第100回箱根駅伝、3日、袋、箱根、東京、国間109,6キロ。青山学院大、青学大、が2年ぶり7度目の総合優勝を飾った。3区で逆転して往路優勝すると、袋では一度もトップを譲らず、100回目の節目を圧勝劇で制した。X ゾーンでの原新監督、56。 の一問一答は以下の通り、過去の優勝と比べて今回の優勝は、今年は勝てるつもりじゃなかったので、初優勝した時と同じような感じなのかな。立っちゃったって感じなのかな。去年ぐらいから、もう勝てないぞという感じになってきた。次に勝てた時には涙が出るぞと思った。ちょっと今年は勝つつもりじゃなかったというか、 勝てるつもりではなかったので涙も出なくて、勝つときって、こんなもんだって感じなんですよ。皆さん、青学が勝つなんて誰も思っていなかったでしょ。俺も思っていなかったんだから、笑い。から12月下旬、選手たちに、準優勝でいい、と伝えたいとは、まずは現実問題として難しいというのがあった。 こっちが120%の力を発揮して、かつ相手が自滅でもするようなことにならなければ難しい。相手がインフルエンザとかにかかればまた話は別だけれど、耳にした情報では主力はほぼ大丈夫そうだと。一方で我々の方はインフルエンザに集団感染、ハンディーを背負った状態、現実的に考えて勝てますか、という話になってくる。 それが最大の理由。あとは、それでも学生たちは、優勝だ、優勝だ、ってやってるから、ちょっと力を抜かせようと、リラックスさせようと、もう準優勝でいい。その先に優勝ってあるからね、と、そんな風に持っていった。あそこで現実を見ず、学生の気持ちに乗っかって、優勝だ、優勝だ、と輪をかけるように言っても、 これは嘘になりますから。その言葉をかけた後、練習中などに学生たちの様子に変化は、まあ、4年生は常に頑張ってくれていました。12月26日に1万メートルの学内記録会があり、エントリーメンバーの16名から外れた選手たちが走る。さらに4日後には3000メートルのタイムトライアル。そこで式、首相、は、 1>, 1万メートルではビリから2番目ぐらいだったのが、4日後にはほぼ自己ベストぐらいまで頑張った。腐ることはなかった。そういう頑張りが結果として、この人たちは本気で頑張ってる、とチームに波及していく。腹メソッドとはどういうものか。物事には基本の木があるからこそ、野球の投手で言えば、直球があるからこそ、変化球も生きる。 チームとしての軸があるからこそ、イレギュラーなことにも対応できる。踊るべき場所をきちんと作っておくことが大事。指導者としての軸を20年かけて作ったからこそ、今回のインフルエンザ集団感染にも対応できた。具体的には、本来なら12月の初旬に強化をやらなければならなかった。練習できなかった時期を取り戻そうとして、 12月中旬以降、無理にその穴を埋める練習を指導者はしがち。でも今回はそういうことをあえてしなかった。結果としてリフレッシュした状態で、特に往路の2区3区あたりは走ることができたかなと思う。でもそれは1年間トータルのメソッドがあるから、そのうち何パーセントをできているかという基本軸の中で対応していくということになる。 指導者はやらせがちなんです。どうしても不安なので。